こんにちは、うずら丸です。今回は H ね駅伝大会に出場しました。今年度は暗黒期脱出の兆しが見えてきているので、ここで優勝して続いていた暗黒期を抜け出したいです。さあ、最後の記録会です。エバラや、フクロウを走らせようと思ってる選手には調整でいいと伝えました。エバラと富田は自己ベストを出しちゃいました。今回の作戦は後ろで挽回作戦でいきます。今回走る選手は1区成瀬、2区井原、3区鉱山、4区福山、5区大木、6区杉本、7区内藤、8区沖、9区富田、10区江原で行きます。さあ、始まりました。1区は成瀬、ここまでの練習の成果を出してほしいです。2区は井原、ここはエース区間なので、ここのスピードを体感してもらい、来年、再来年に活かしてほしいです。3区は鉱山、最後の H。ね駅伝楽しんでもらいたいです。4区は福山、スピードで他の選手を圧倒しましょう。5区は大木。さあ、大木の脚力の見せ場です。6区は杉本、往路を12位で終えたので、この区間で一気に8位ぐらいまで上がってほしいです。7区は内藤、来年主力となる選手の一人です。今年の経験を来年に活かせるような走りをしましょう。8区は沖、次の富田が9区では待っています。俺の方がエースになるという気持ちで走ってほしいです。9区は富田、残すところ52校です。このまま一気に行きましょう。
今首位に立ちました。10区は荏原、ここからは逃げ切りです。頑張りましょう。5年ぶり5回目の優勝です。今回のレースの振り返りです。今回5年ぶりに優勝することができました。この5年間は苦しいものがありましたが、この年駅伝優勝という景色を見るためだけにここまで進むことができました。選手には感謝しかないです。しかし、ここで終わりではありません。もう二度と暗黒期が来ないよう。そして、3連覇をしたら4連覇とどんどん連続優勝を伸ばしていきたいです。本日はありがとうございました。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。師匠からの一言は、次の動画で行います。チャンネル登録やグッドボタンもよろしく、お願いします。公式インスタグラム、ツイッターも動画概要欄に載ってます。